万丹連絡道、略称万丹道は兵庫県姫路市の姫路ジャンクションと朝来市の和田山ジャンクションを結ぶ延長 63.7 キロの自動車専用道です。このシリーズは前編と後編の2本の動画に分けてお送りします。後編の本動画では市川北ランプから終点の和田山ジャンクションまでの区間を走行します。万丹道後編は市川北ランプからスタートします。前編の動画では播磨平野を市川沿いになだらかな回送路を走ってきました。後編では中国山地に入り、カーブと勾配が少しきつくなります。トンネルも多いルートになります。それでは終点の和田山ジャンクションまでお付き合いください。なお途中早送りの区間もございますのでご了承ください。南ランプで出て北西方向に進むと殿峰高原に行けます。ススキが一面に広がる高原で秋に行くのがおすすめです。
の2本目のトンネル、ワンタントンネルを抜けました。最初のトンネル名はワンタン第1トンネルでした。次はワンタン第2トンネルだと思っていたら、ただのワンタントンネルです。兵庫県道路公社によると、特に理由はないそうです。トンネル建設時期が違うので、命名規則が統一されていないようです。
所の先に見えている山の上に国の史跡武田城跡があります。天空の城とか日本のマツピチと呼ばれ、景色がいいので多くの観光客を集めます。秋の早朝には素晴らしい雲海を見ることもできます。これからあの下をトンネルでくぐり抜けます。終点の和田山インタージャンクションです。ここで北近畿東洋華道に接続します。北近畿東洋華道も万丹道と同じく兵庫県道路公社の管理です。右に進むと舞鶴若狭道に春日ジャンクションで接続します。左に進むと氷ノ山や神鍋高原などのスキー場群、さらに豊岡空港や豊岡市街、伊豆市方面に行けます。高評価やコメントもいただけると大変嬉しいです。